ウサーマ・ビン・ラーディンの殺害では、アルカアイダの指導者、ウサーマ・ビン・ラーディンの殺害とその経緯について述べる。アルカアイダの指導者、ウサーマ・ビン・ラーディンは、アメリカ合衆国連邦政府によって、2001年9月11日に発生したアメリカ同時手発テロ事件の首謀者と断定され、それ以来アメリカにとって、ビン・ラーディンを抹殺することが一つの大きな目標となった。 アメリカ合衆国による大規模な捜索にもかかわらず、拘束することができないまま10年近くが経過したが、2011年5月2日、パキスタンにおいてアメリカ軍によってウサーマ・ビン・ラーディンの殺害が確認され、2001年以来続いてきたイテロ戦争は一つの節目を迎えることとなった。複数のメディアが深夜の時間帯にもかかわらず、 ビン・ラーディンが死亡したニュースを一斉に報道した。約1時間後、オバマ大統領がホワイトハウスから会見を行い、ウサーマ・ビン・ラーディンが同日、パキスタンの首都イスラマバードから約60キロメートル北東に、ある地方都市アボッターバードの潜伏先と見られていた豪邸で、アメリカ軍の作戦により殺害されたことを全国テレビ中継で公式発表した。 アボッターバードイスラマバードイスラマバードとアボッターバードの位置関係2001年9月11日にアメリカ同時多発テロ事件が発生しアメリカ合衆国連邦政府はアフガニスタンのターリバーン政権に対して首謀者であるウサーマビン・ラーディンの身柄引き渡しを要求しかしターリバーン政権は要求を拒否し同年10月7日にアフガン戦争が開始された タリバーン政権は打倒されたが、ビン・ラーディンの行方は戦争開始以降わからなくなり、このためアメリカ軍はアフガニスタンと隣国パキスタンとの国境地帯にある山岳などを捜索してきた。しかし、ビン・ラーディンの行方は判明しなかった。対テロ戦争を始めたアメリカが州国大統領のジョージ・ W ・ブッシュ政権が2009年1月にバラク・オバマ政権に交代した後も、 ビン・ラーディンの捜索は続き、アメリカ中央情報局が、ビン・ラーディンの連絡係を担う男性の動きを追う中で、ビン・ラーディン配下の連絡係であり、クアンタナも収容所に収容されている、ハリド・シェイク・モハメドの元部下の身元特定に成功したことが、補足の端緒となった。2010年8月頃、アボターバードに居住する、 この連絡係とその兄弟の行動分析から CIA は2010年9月には同志郊外の厳重に警護された邸宅にある重要な人物が潜伏していると推定しさらに2011年2月にはビン・ラーディンがここに潜伏しているとの証拠を得るに至ったこれと相前後して情報を得たレオン・パネッタ CIA 長官は統合特殊作戦コマンド司令官であったウィリアム マクレイン海軍中将に連絡を取った。アボッターバードはパキスタン陸軍の拠点であり、ビン・ラーディンの住居はパキスタンの陸軍主官学校とは至近距離にあったことから英国放送協会はパキスタン軍統合情報局がビン・ラーディンの身柄イントクに何らかの関係があったのではないかと報じている。この情報はオバマ大統領にも報告された。これは アメリカ合衆国連邦政府内でも極限られた人間のみが知り得る最高機密情報として取り扱われた。その後も調査は続き、2011年3月中旬から4月28日にかけて担当者とオバマ大統領のみが出席した国家安全保障会議が5から6回開催される。オバマは5回目の会議翌日の4月29日に作戦決行の許可を出した。 作戦名は、ネプチューンスピア作戦オペレーション、ネプチューンスピアとされ、作戦の中では、ビン・ラーディンの名は、コードネーム、ジェロニモに置き換えられた。ビン・ラーディンが潜んでいた邸宅は3階建ての豪邸で、2005年頃に完成した。敷地の周辺は3メートルから5.5メートルもの、高さの有志鉄線に覆われた塀に囲まれており、豪邸に行くための通路には二重ゲートとなっているほか、 入り口には見張りがつけられ、外部から内部の様子を容易に見えないようにする工夫がなされていた。周辺の家の約8倍もの広さを持ち、その価値は100万ドルを超えるとも言われる。なお、邸宅はイスラム過激派に聖地化されることのないよう、2012年2月25日より取り壊しが開始された。ホワイトハウスのシチュエーションルームで作戦を見守る。 政権中枢の面々。軍事、安全保障問題担当の幹部が顔を揃えている。着席左から、ジョー・バイデン副大統領、バラク・オバマ大統領、マーシャル・ウェップ統合特殊作戦コマンド司令官補、デニス・マクドノー国家安全保障担当大統領、自席補佐官、ヒラリー・クリントン国務長官、ロバート・ゲイツ国防長官。後列左からマイク・マレン統合参謀本部議長、 トム・ドニロン国家安全保障担当大統領補佐官、ビル・デイリー主席補佐官、アントニー・ブリンケン国家安全保障担当、副大統領補佐官、オードリー・トマソン、国家安全保障会議対テロリズム担当部長、ジョン・ブレナン国土安全保障、対テロリズム担当大統領補佐官、ジェームズ・クラッパー国家情報長官2011年5月2日、アメリカ軍による作戦が開始される。 目的はあくまでビン・ラーディンの殺害であり、生け取りはほぼ想定されていなかった。一部報道によれば、これに参加したアメリカ海軍の特殊部隊ネイビー、シールズを中心とした約15人のメンバーは、シールズから派生した大テロ特殊部隊、デブグルーのメンバーであったとされている。また、アメリカ陸軍のデルタホースもデブグルーの支援に当たったとされている。ビン・ラディンは、 ネプチューンスピア作戦前から追跡されており、過去にデルタホースが主導で行った捕獲作戦もある。隊員たちは、情報担当の CIA 要員が同乗する、ステルス型 UH-60、ブラックホークヘリコプター2機と CH-47 チヌーク2機に分乗して、ビン・ラーディンとその家族がいると推定された建物の敷地内にロープを伝って降下。 建物を吸収して2階3階部分には午前1時、ゴロ突入した。側近が応戦したが、約40分の銃撃戦の後邸宅を制圧した。ビン・ラーディンは、武器を持っておらず、応戦したともしなかったとも報じられ、頭部と胸部を撃ち抜かれ死亡。米軍は遺体を収容した。他に、ビン・ラーディンの子息と思われる20歳の男性、また別に、 兄弟二人の男性と一人の女性も死亡。女性は夫人の一人と報じられたが、後に別人で夫人は負傷したと訂正された。アメリカ軍側に人的損害は出なかった。その死はパキスタン政府当局によっても確認されている。作戦後、妻の入りやサバルを含む親族複数名が拘束、連行された。また、後に、 後継者となるハムザ・ビン・ラーディンは確認されなかった。作戦中、ホバリングしていたアメリカ軍のブラックホークヘリコプター1機が、揚力を失い墜落したため、爆破処理されるというトラブルはあったが、すぐに、大体のチヌーカヘリコプターが駆けつけ、プラン変更を行うことで、作戦は続行された。作戦は、アメリカ本国でもホワイトハウスのシチュエーションルームで、オバマ大統領のほか、 バイデン副大統領、ゲイツ国防長官、クリントン国務長官、マレン統合参謀本部議長らによって同時進行で見守られており、また CIA 本部の会議室でもパネッタ長官らがリアルタイムで監視していた。いかなる方法で監視していたかについては公開されていないが、一部では映像が生中継で流れたとも報じられている。 作戦成功の法をパネッタより受けたオバマは、ウィーガットヒムと叫んだという。メディアを再生するビン・ラーディン殺害を発表するオバマ大統領アメリカ合衆国は、この作戦をパキスタン政府に事前に通告することなく行い、終了後に報告した。アメリカはパキスタンだけでなく、他の国とも情報は共有しなかったとされる。このためパキスタンのムシャラフ前大統領は、 アメリカによる一連の作戦は主権侵害であると非難している。ビン・ラーディンの死亡はアメリカの CNN によって一報が伝えられ、全世界のメディアも追随することとなった。その直後の5月1日午後11時半過ぎから、オバマ大統領はホワイトハウスのイーストルームで深夜時間帯としては異例の記者会見を行い、ビン・ラーディンを殺害したことを正式に発表。 全国テレビ中継を通じて、ジャスティス・ハズ・ビーン・ランと宣言した。このニュースが伝わると、首都ワシントンのホワイトハウス周辺やニューヨークのワールドトレードセンター跡地には数千の群衆が押しかけて歓喜の声を上げた。ビン・ラーディンの殺害事態については歓迎する声明が次々に発表されたが、テロ攻撃の可能性がなくなったわけではなく、各国の警察、 軍事組織は報復攻撃を警戒し、国際刑事警察機構も各国に向けて警戒するよう呼びかけた。テロに対する懸念が軽減したことから、各国の株式市場はのきなみ上昇した。東京株式市場は2011年3月11日の東日本大震災以来の終値1万円台回復を見せた。また、アジア市場における原油先物相場が1%下落した。 フランスのクリスティーヌ・ラガルド経済、財政、産業大臣はアメリカにおける消費者心理が改善し、景気拡大に寄与するとの予測を示した。遺体はアメリカ軍によって、複数の親族との DNA 型鑑定の称号により、ビン・ラ・ーディン本人と確認された。ただし、アメリカ軍以外の第三者による遺体確認はされていない。 その後アラビア海に停泊していた空母カール・ビンソンに移され5月2日午前1時10分より同空母の甲板で50分かけて水槽の儀式が取り行われた遺体は洗浄し清められ白い布で包まれあらかじめ用意された祈りの言葉が唱えられ通訳がそれをアラビア語に翻訳したその後おもしをつけられた袋に入れられカール・ビンソンにある 外原エレベーターから海に投下された。後の情報公開の中では、機械的なエレベーターではなく、板の上に遺体を乗せた後に板を傾けて落としたという。なお、この水槽の模様を捉えた映像は公開されていない。葬儀の実施については、乗組員のごく一部にしか知らされておらず、感情で何が行われていたかに気づいているものは少なかった。アメリカ政府は、 イスラム教においては遺体を死後24時間以内に埋葬しなければならないが受け入れ先の土地が見つからなかったとして水葬の正当性を主張一連の儀式はイスラム教の教義や慣習を厳格に守っていったと発表しているしかしイスラムでは土葬が普通で水葬されたことには異例とイスラム世界からの反発もありアルイコールアズハル大学の指導者タイブ氏は 土葬によって死者に敬意を払うべきであり、イスラム教とは相入れない方法と批判した。また本来は、ビン・ラーディンの出身国であるサウジアラビアに埋葬すべきであったとの声もある。アメリカ政府の意図として、イスラム過激派などによる遺体の回収や、埋葬された土地が、テロリストの聖地となるのを防ぐためとの指摘もある。ビン・ラーディンとされる頭を撃たれた遺体の映像が一時ネット上で出回ったが、 これは後に別人の写真から合成されたものと判明し、米国政府は遺体の映像を一切公開しない方針を決定している。近くに住む男性は聞き慣れないヘリコプターの音と銃声に気づき、2011年5月2日午前4時58分にツイッターで一連の作戦の状況を実況中継していた。ヘリコプター。 ホバリングアバーブアボトバドアット午前1時、午前1時にアボッタバードの上空を飛行するヘリコプター。このツイートの7時間後にその実況がビン・ラーディン殺害作戦であることが解かり、その後3万3千のフォロワーがついたという。2012年、アメリカ政府が提供した情報をもとに制作された映画ゼロダークサーティーが公開されたほか、作戦に参加した。 元シールズ隊員が襲撃の様子について手記を公表した。さらに2014年には別の元隊員がテレビインタビューや FOX ニュースが制作したドキュメンタリー番組ウサマ・ビンラディンを殺した男に出演した。アメリカ先住民から暗号名にジェロニモを使用したことについて謝罪要求が出た。ビンラディン追跡に協力した現地の医師がパキスタン当局に逮捕され、 懲役33年などが宣告されたが、再審理が決定した。その後、懲役23年などに減刑された。また、医師の弁護士が殺害された。ありがとうございます。